東大3回受けてるんですよ、はい、やっぱ1回は受けときたいなっていうのはあって、その時は文2を受けました、はい、いや面白かったっすね正直。おいや難かったっすね。南小森先生が受かって TV に出てたらめっちゃ笑うんですけどね。おでは始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回は中森先生においでいただきました。はい、ハローでは。いや前回のですね、はい、中森先生の動画が、はいはいはい、ちょっと物議を醸してあれね、あの時点で話終わると僕一回も東大受けたことないみたいな話になりますよね。はい、あれで東大受験とは何事だみたいなコメントがちょっと溢れてしまいましたね、はいはいはい、それはまあ一浪の時にね、はい、そのセンターの足切りだったっていうですね、はい、その話で、はい、いやそれで東大受験なのんじゃねえみたいに言ったんですけど、はい、実際受けてますよね。そうですね、あそこで終わっちゃうと、ただ受験生として確かにあのそこで終わってるんですよ、はい、その後実はあとセンター3回と東大3回受けてるんですよ、はい、その話をちょっとした方がいいかなと、ね、そうですね、ということはセンター5回、はい、合計5回、5回、はいはい、そして3回出てたってことなんですね、はい、いや今だったらめちゃめちゃ YouTube でね伸びてたんじゃないですかね。それを追ってたら、はい、じゃあその時の勉強の話とかもちょっと、はいはい、どうやってやってたんですか、はい、まずその話からやっていくと、まあ、僕その一浪の時点で立教受かって、まあ、入学したじゃないですか、はい、でその後は、まあ、林塾長と同じ塾でアルバイト始めてるんです、はいはいね、でただ一応その時ちょっと心残りというか、まあ、受かる落ちるは別として、うん、東大受けられなかったことはやっぱちょっと一回は受けときたいなっていうのはあって、なのでその年やっぱその直前期だけでも勉強してその東大受けようかなとは思ってたんですよね、うんうん、なるほど。で立教行きながらじゃあ東大受験を、立教行って塾校をやりつつっていう感じですね、うん、はい、でも塾校は本当にメイン、大学そんな行ってなかったんで当時、はいはい、塾校は週6とかでやってたんで、それやりつつセンターはその日休みいただいて受けに行ったみたいな感じですね、はい、ああなるほど。いやどうだったんですかその時は。その時はバイトやっぱり忙しくて、うん、塾校長ですね、で全然勉強正直できてなかったんですけど、ただ、うん、生徒にかなり教えてたんで、はいはい、あの中学生とかメインだったんですけど、うん、そのおかげかその当時の自分の勉強よりも質が高かったらしく、はいはい、そんなそんなに勉強しなくてもセンターは結構前よりもいい点取れて、うんうん、でそれで、まあ、一応 86% だったかな確か取れたのが、はい、それで一応東大は受けられたって感じですね、うん、どこを受けたんですか東大の。その時は文2を受けました、はい、そして二次試験は、はい、まあただ正直やっぱり準備不足というか、はい、うん、まあ、とてもじゃないけど受かる実力がその当時もなかったんで、うんうん、でもどんなもんなのかなって受けてみたかったなってあって、うん、いや面白かったですね正直。おお、はいはいはい、あこれがやっぱ日本一と言われる大学の問題なのかみたいな、まあ、ここも過去ももちろん見たことあったんですけど、はいはい、なんか本番のなんかその校舎の中で受ける雰囲気っていうのを初めて味わって、やべ楽しいって思いながら受けてました、はい、おーすごいですね。え、また受験企画で追ってやりますか、はい、いやいやいや言うて勉強大してしてないですからね、はい、なんか YouTuber たち次々なんかやってますからね、はい、東大を受けさせるみたいな、ね、いやでもすごいと思いますね。なんか自分自身はやっぱでも大学入ってからもそんなに大学を楽しいとか行きたいって思いがあんまなかったんで、やっぱそこの情熱の差が圧倒的実力差につながってるなと思いますよね、はい、なるほど。仮面浪人で本番は科目は何にしたの。英数国とあと社会が、あと日本史と世界史ですね。はいはいはい、日本史世界史で、はい、センターは何で。センターはその時は倫理がまだ使えたんで、はい、世界史倫理とあと科学 1B ですね当時は。あ、はい、はいはいはい、そうですね、理科基礎とかなかったんで当時は、うん、なので英数国世界史倫理科学ですね、はい、あなるほど、はい、だから倫理の方が正直センター対策日本史やるよりも楽だなと思ったんで、はい、それで倫理で受けてましたね、はい、なるほど。僕も世界史倫理受験だったんではい、あそういう形で受けたんですね、はいはい、もう本番楽しいけどやっぱ、はい、むずいって思いました。いや難かったっすね。なんていうか本当にやってないと何していいか分かんない試験だなと思いました、ね、なんかシンプルじゃないですか出題の仕方が。だから例えばセンターとか他の大学でもある程度あがけるんですけど、はいはい、分かんない時本当分かんねえんだなっていうのは思いましたね受けて。確かに、はい、論述でねこう手がいかなきゃもうおしまいですからね、はい、そうなんですよ、はい、数学とかどうですか。あ数学もだから簡単なのは手動くんですけど、はい、もう難しいのは手も足も出ないっていうか、うん、仮に手が動いてもとてもじゃないけど時間内に回答できる速さでは解けないなと思いましたね。はい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 、そうだったんですね、はい、でもそれで終わらず、はい、まだ受けたんですね。そうですね。ただそこからはちょっと数年間空いて、はい、竹田塾で、まあ、働き始めたというか竹田塾ができた、うんうん、できてから受けたんですけど、うんうん、それから数年空いてるんですよ。あそんなに空いてたんですね、はい、でその時も正直もう東大に受かろうとか東大入り直したいって思いは全然なくて、うんうん、だからどっちかっていうとその時の2回受けてる時は、まあ、ルートの検証というか、はいはい、実際その今自分が考えてる参考書の順番で東大のものは戦えるようになるのかなっていうのをある程度実験したくて受けたって感じですね。センターとあの二次両方ですね、うんうん、はい、それでどうだったんですか。
一応両方ともセンターはまあ割と突破できて、で二次も受けられたんですけど、でそれでまあ当然自分はその解けるところまでやってないんで実力が足りないから受かりはしなかったですけど、まあでもあと何が足りないのか、何をすれば受かるようになるのかみたいなことは見て分かるようにはなったかなって感じです。なるほど、はい、それ受験科目は同じでやったんですか？あ、同じですね、はい、当時の自分と今の自分で比較した方が分かりやすいかなっていうのもあったんで、うん、はい、なるほどなるほど、センターも同じで、はい、二次も同じでっていう感じでやったんですね、はい、どうでした、やっぱ難しさは感じました？いや正直これ面白いんですけど、僕ずっとその間も指導やり続けてて、はいはい、で僕塾講師の時全教科正直拒まずにやってたんですよ、はいはい、小中高の全学年の全教科基本的に来たものは全部やってて、で塾もいくつか掛け持ちしてもう全科目ずっとやってたんで、ほとんど正直忙しくて武田塾の講師の指導もあったんで、うん、全然勉強はできてなかったんですけど、でも教えてたせいか、うん、本当に前日とかしかやってないんですけどセンターは、はいはいはい、でもそれでも足切り突破できるぐらいの点は取るようになってて、うん、多分やっぱ教えてると成績伸びんだなっていうのはすごい思いましたね。なるほど、はい、他人に教えられるぐらいにってよく言いますもんね、はい、なるほど、そんな感じだったんですね、はい、でもどうですか、やっぱ東大は強いですか？いや強いですね。であとおそらくこれコメントでも結構来てたかなと思うんですけど、はい、なんか僕自分の方で頭いいと思ってんじゃないかみたいな話、なんか東大ガチれば余裕と思ってんじゃないかみたいな話来てたと思うんですけど、はいはいはい、あの言っとくと、あのいや思ってますよと、ただガチれば余裕とは思ってないけど、はい、勉強すれば分かると思ってます。ただこれは僕だけに限ったじゃなくて、僕受験相談とかに言う人も全員言ってるんですけど、うん、僕はやりさえすれば誰でも受かると思ってるんですよ大学受験って。なるほど、だけどやってないから受かんないでしょと。だから僕は受かるほど努力しなかったから受かんなかったし、うん、他の人だって受かるほどの努力はやっぱりできてないから受かんないで、逆に言えばやれば受かると思ってるって感じですね。なるほど、なるほど、はい、やればできるってことですね、はい、でやんないですからね、ほとんどの人は、ね、みんなはやらないです、はい、本当に、はい、これ出るんじゃないですか中森桜。いや出ないですね。いやなんていうかそもそも大して行きたくないんですよね、はい、大学で 何かを学びたいとかって意思が今のところないんで、ひょっとしたらだから武田塾を何らかの理由で、うん、まあ、退職するとか、あるいはなんかやりたいことができたみたいな形になった時に、うん、大学で勉強し直したいなって思ったら入るかもしれないとか、なんか資格が必要になったとかになったら入るかもしれないですけど、それやるんだったら他にやりたいこといろいろあるかなって感じですかね。いや中森先生が受かって TV に出てたらめっちゃ笑うんですけどね。もうね、いつまで受験にコンプレックス抱えてんだよみたいな話になりそうですけどね。嫌ですよ高校にまた卒業証明書取りに行くの。そうか、そうですね、それやんなきゃいけないんですもんね、はい、そうですよ、そうだ、はい、内申書とかでしたっけ、そうそうそう、それを取ってやるんですもんね、はい、うわ、はい、でも受験はしたいなとかっていうのはあるんですか？あ、でも本当に共通テスト受けに行ったりとかはまたやろうかなと思ってますね、だから受かる受からない別として受けたいって気持ちはありますね、やっぱり本番やってみないと本番の空気感とかって分かんない部分はあるじゃないですか、はいはいはい、問題見たら難易度とかは当然分かりますけど、うんうん、でも実はやっぱ本番行ってみないと間違えた答えを選ぶときってやっぱ本番でしかしないじゃないですか、はいはい、答えすぐ確認しちゃうんで、普段あの家とかで解いてるときって、うんうん、だからそのなんか制限時間内で最後まで考え切るとかっていうのをやりたいっていうのはありますね、はい、今の発言でいろんな大人が動いてるかもしれないです、これ受けさせようぜみたいな。いや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 、なんとか受けさせる方向に持っていけないかなって、はい、そうですね、いやでも受験会場なんか行ったら、ね、みんな目立ちますもんね、そうですね、まだこいつ、いやいやいや、明らかにね、あの撮ったおっさんがいるっていう。はい、なかなかね、まあ、別にそこまで、ね、威圧感はないとは思うんですけど、ね、たわしさんと一緒にそうですね、頑張ってらっしゃいますもんね。いや本当にだからあそこまで行きたいと思うのすごいなって素直に尊敬しますね。いやすごいと思います。自分はなんか今受験してまで大学行きたいっていうほどの意思がないんで、はいはい、それをやりたいと思う人って本当すごいなと思いますね、はい、そうですね、もう本当にお金全然ないままやってますからね、はい、貯金を切り崩し、もう切り崩す貯金もないっていうね、はい、すごいな、はい、状況なんですけど、はい、いやこれは良かったんじゃないですかね、はい、いや武田塾流で東大合格とか見てみたいですけどね、はい、あーすね、でも僕正直今自分が受かるよりも生徒受かる方が嬉しいんで、あ、なるほど、それが上回らない限りは、自分が受かりたいなって思わない限りは、まあ、受けることは正直ないのかなとは思ってます、ね、はい、見れるかもしれないですから皆さんですね、ですから期待して、はい、まあ、あとはね北海道に住みたいとかあるので、ね、北大受けてるかもしれないですからね、はいはいはい、その辺のこともぜひ期待しているかがいつかあるかもしれませんので、はい、楽しみにしておいてください、はいはい、今回は中森先生の東大受験について聞きました。ありがとうございました。ありがとうございました。